特急くろしお8号は本日運転を取りやめています。お急ぎのところご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけします。運転の取りやめですか。今日珍しいでしょ。 GoPro 交通系チャンネル、現在 JR 阪和線の日根野駅にいます。まあ今日はちょっと出張なんですね。こんなちょっと朝の通勤ラッシュを外れた時間に駅におるって、まあレアですけどね。運転休止やけど、それ違いの時間は止まってるっていうね。まあしゃあないな。この黒潮8号が走ってれば、それに乗ったかもしれんな。今日からというか、この動画は 2.7K ってやつで、まあ 2K ってやつだね。1440p。その、画質で撮影してます。 4K でもいいんですけど、 4K にしますか。これ自由席でもよかったんやけどな。多分誰も乗らんぞ。はるかに乗るんです。はるか2号車ですけど、まあ、会社の出張なんで遠慮なく指定席で行きますけどね。これ自由席でもよかったんじゃないか説あるな。多分自由席の方が空いてたよな。混んでるとかじゃないけど、隣にも人おったし、二つ前にも人おったし、まあまあそれでも閑散とはしとるけどね。はい、いうことで新大阪駅に到着しました。ここから今日はサンダーバード北陸方面に行くんですけど、これ乗り継ぎが下手くそなんで、どうしても不安になるんですよね。だから40分ほど間がある、乗り継ぎ時間40分、ちょっと時間を潰そうかなと思います。ガラガラやな。まあ10時前っていう時間もあるんやろうけど、ガラガラですね。ハスラー、ドトール、ここがいい。コーヒーを飲んだ。喫煙所ですね。新大阪駅の喫煙所、大人の時間を過ごしてきました。ここしかないんですよね。喫茶店もまあコロスケの影響で
閉まってるとことかもあったり、受動喫煙防止法ですか、まあ、なんでちょっと情勢が変わったりなんかして、まあ、どっちみちかサンダーバード時間長いんで、駅弁、美味しい駅弁でも買おうかななんて思ってます。そやけどな、コンビニが一番便利よな、安いし。やっぱり空いてるよね。そうか、こっち向きで旧法寺に行けるんか、大阪東線。これ右側行ってますけど、右側普通は京都方面なんですよ。そうな、貨物路線を利用する大阪東線、乗ったことないな、まだ乗ったことない。小松に着いてから仕事をして、飲みに、仕事終わってからね、飲みに行って、現在10時50分か。まあまだまだやな。ここはホテルグランビナリオ小松市。もう分からんけど、このさ、これなんなん、電動でも曲げるんて手動、なんなんこれ、寄ってるから分かれ、なんなんこれ。俺はこいつを開けたいんだ。これ上げるんどないするんやろ。熱い、涼しい。これ上げるんどうすん。これ違うな、これファンやろ。どないするんやろ、上げ方が分かれへん。ザラスイッチ、フロントってなんで、フロントってなんで9番なんだろうね。これどうやって上げるんやろ、上がるんこれ。
いやでもここに火もあるからこれで上がるんだな多分。ちょっと説明書探してみよう。で、おいおい、ないやんけ。もうカーテンの説明書がないやん。このペイチャンネルとかペイチャンネルとかいらんよな。これでカーテンどうやって開けるんやろな。これ何？お茶、コップ、すげえな、ガラスコップまで付いてる。おっと、なかなかやるな。ドライヤー、ドライヤーの種類見てみますか。これパナソニックやったら紙やで。おい、これパナソニックやんけ。紙や、すげえな。これはサイズ小さいから俺は着ません。ここは、あ、なんもないんやな。これは加湿器、容器に水を入れて準備する。よくわからん加湿器ですね。 USB の充電器があって、目覚まし時計、これ便利なんかな。ルーム、いろいろできますね。さて、いや風呂広いよな、多分広いと思う。歯ブラシ、ガム、ちゃんとしてるんじゃない？なんとなく広いよね。うん、これもしっかりしてるよね。ウォシュレットついてるし、鏡もまあ、優雅な、ね、カーテンの開け方がわからんホテルですけど、どうやって開けるん？あ、開いた。さらに回すと開いた。いいようなところで、まあ、飲んできたんでね。カードキー、よいよ、冷まして、明日も仕事なんでね、寝ようと思います。おはようございます。現在時刻は朝の5時です。こんな時間に目が覚めてしまいましたが、まあ、ええ景色やね、多分向こうの方に小松基地かな、Z 機っていうか戦闘機がよく飛び離発着してました。暇なんでちょっと散歩行ってみようかな。朝ごはん、美味しい朝ごはんを食べれるように散歩でも行ってみようかなと思います。
朝5時やからな。誰もおれん。このビルが楽しいビルなんかもしれんね。プレジデント202って書いてある。スポーツフォーオール。自伝合宿か。これ国旗でみんなわかる？これイングランドやな。全然わからへん。こんなこれカナダ、これ日本、これブラジル、なんかブラジルっぽい気がするけど、これはフランス、これはオーストラリア、これ何、わからへんな。でこの上、今工事中なのが、これ多分北陸新幹線の延長工事かな。今富山まで行ってるやつ。いや空気が澄んで静かでいいですね。でもよくあるね。5月20日営業再開。昨日行った居酒屋も結構ゲーへん言うて、大変よな。俺らだけやったけど、思う存分お金落としてきましたよ。お、変なホテルここにもある。変なホテル、変なホテルっていう名前ですよ。建築中。これ Google マップやったら違う場所に書いてたけどな。ここや、こっちやね。 Google マップってたまになんか嘘っぱち書いてるよね。小松っていう建機メーカーの本拠地ですよね。9時からなんやね。でかいな。こういう時にこのズーム機能で撮って、よし、すごいね。3月から11月は10時半から11時半。あ、運転席市場な。6月8まで臨時休館。今日からや。無料施設です。さすが世界の小松やね。しかしでかいな。しかしでかいよな。これが一番大きいんかな。 930E って書いてあるけど、小松駅、サイエンスヒルズ小松。これは何やろう。6月、 JAXA、金沢大学のなんかプログラムですね。やっぱり北陸新幹線の工事って書いてある。あ、この広、今こういったやな。これができる。早く北陸新幹線できるといいね。
空自衛隊今だからこう見てたんやな朝の景色は。駅前も広いな。閑散としてるけど、まあ、時間が時間やからな。今だって5時半にもなってないもん。広いな。ハイパーホテル小松。小松うどん。小松ってうどんも有名なんやな。その駅前、大きそうな駅前なのに居酒屋が少ないく感じるな。ないことはないんやけど。コンビニも駅の中に1個だけやもん。もう歌舞伎の街なんかな。歌舞伎みたいな顔があちこちあるけどね。スケボー禁止。だってあそこのさ、柿ちゃうな、なんとかわからんけど、あそこの居酒屋も歌舞伎のね、緑黒オレンジっていう色使ってるし、歌舞伎の町小松ってホルモン100万石。これも高松って書いてるもんね。以上、簡単な駅前散歩でした。